はい、どうも、皆さんこんにちは、藤川さです。いや、先日2週間ぐらい前にあげた レストランのね、もうここマジでまずかったって話した愚痴をこのチャンネルで話したんですけどね。そのチャンネルじゃない、その動画が気づいたら1万回再生いってたんで、まあ急遽回してるんですけど、なかなかさ、この YouTube やってて、1万回再生なかなかね、いってないからさ、いってないからさっていうか、なかなかいかないから、まず1万も回らないから、回ってもね、6、7千ぐらいだから、ちょっと驚きで動画回してるんですよ。まあ結構反響があったみたいで、で、なんかコメントにね、パン食べ放題でドリンク飲み放題で、で、メインの料理がポンってあって、で、それ1800円安いですよってね、コメントがあったと思うんですけど、いや、安い高いじゃなくて、味をこのことを僕言ってるんですよね。いや、だって、ねえ、ちょっと高い、いいお店なんですよ。夜は、本当にコースしかやってないようなお店で6000円のコースだったかな、1万のコースもあったかな。もう本当にそう、トリュフとかキャビアとかなんか使ってるようなお店で、そういうお店っていいとこじゃんね。で、そこでランチをしたんですよ。まあ、だから、まあそれで1800円、1人2000円いくかいかないかぐらい はい、だったんですよ。そう。でね、その動画がなんと1万回再生も回ってるなんてね、びっくりして動画を回してるっていう感じですね。いやー、なんかありがとうございます、見てくださって。まあ近々またね、僕一人でかな、どうしようかな、誰か連れて行こうかな、まあまた親とかな、行くとしたら、まあ誰かと一緒にそこのお店行って、ビーフシチューはでも頼まないかな いや、またね、まずかったらあれだけど、でも店長だったかな、店長さんがまた次またご来店された際には本当に美味しいビーフシチューを提供するみたいなことをおっしゃってたんでね、まあビーフシチュー頼むかな、次行ったら。また近々行くんで、見てたら近々行くので、お願いします。いや、でも本当にね、まずかったんですよね だってコンビニあるようなビーフシチューの方が美味しいもん。メニュー名に確かさ、柔らかいお肉がどうのこうのって書いてあるのよ。柔らかくないんだよ。硬いし臭いんだよ。で、全然とろみがないわけ。まあね。まあ、ちゅうことで、ちょっと驚きで動画を緊急で回しました。またさ、この動画を出すとまたふざけた動画撮ってとかって言われるかもしれないけどさ、いや、これはふざけてませんからね。あの動画を出して1万回再生1万回ね、再生されて驚きでただ回してるだけなんで、感謝を込めてね、見てくださった人に感謝込めて、ただね、喋ってるだけなんで、
それにね、またお店行くんでっていう、まあみたいな感じの動画ですよ。まあふざけてないですからね。本当にふざけてないですからね。この動画を、上げた、この動画を上げてからは多分もう勉強動画し、勉強ばっかしてる動画しかボーンって上がってると思うんで、ご安心ください。もうこれの次に上がる動画は勉強動画なんで、ご安心ください。いいですか？頭が見切れる。三脚がさ、ないからさ、これ、三脚じゃないか。いや、三脚なのか。いや、わかんないけどさ。なんか置く場所がないんだよ。高さも調整できないからさ。三脚か、これは。わかんないけど。まあ、ちょっとね、手元を見せたいんで、ちょっと工夫して、勉強動画撮るんでね。お願いします。てかな、てか っていう感じですかね。次の動画でお会いしましょう。さよなら。